国技館5000人の第9コンサート。国技館5000人の第9コンサート。国技館5000人の第9コンサートは、おおむね毎年2月の第3、または第4日曜日に、東京、横網の両国国技館で行われている、ベートーベン第9の演奏をメインとする音楽工業。毎年7月頃から、 全国各地より一般公募される5000人の合唱団員が参加することが大きな特徴である。現在の主催者は国技館す田、第9を歌う会、す田区。国技館す田、第9を歌う会についてはイベントの企画段階で運営主体としてす田区文化観光協会の手により設立された抜きがある。このため、 民間放送事業者の主催により行われている大阪サントリー1万人の第9、1万人の第9並びに広島、第9広島と比較して公的性格の強いイベントとなっている。共産については現在では地元企業を中心に複数が名を連ねているが第2回から第10回まではライオン特別共産扱い、墨田区内に本社有、 第十一回は、日立製作所が、それぞれ一社単独で協賛していた。1985年2月17日の両国、国技管楽成を祝賀する目的で、初めて開催された。しかし、構想自体は、その前年である1984年の年明け早々から芽生えていた。江戸時代から、相撲等を軸とした、 町人文化で栄えてきた両国の地であったが、明治、大正、昭和と時代が進むにつれて、その頃の勢いは衰えを見せた。さらに、第二次世界大戦後、新中軍によって、旧両国国技館が接収されてからは、隅田川の西側、両国から見た場合、隅田川を挟んで、反対側に位置する台東区倉前に、国技館が移ってしまい、隅田川の東側地域、 墨田区などは賃貸ムードに覆われていた。それが1985年1月の新国技館落成を機に国技館が両国の地に戻ってきたのであった。このことに合わせて墨田川の東側地域の活性化につなげていきたいという思いもあり、墨田区文化観光協会の職員で後に墨田、 第9を歌う会の事務局長を務めることになった石井正氏と地方の音楽文化の向上等に取り組んでいた指揮者の石丸博氏が中心になってこの第9イベントの企画が進行していった。こうした背景から第1回の講演ではお帰りなさい国技館のサブタイトルテーマがついた。また墨田区の活性化と文化工場の起爆剤と位置づけていたこともあり、 構想の段階において、翌年以降の継続を前提に議論が重ねられていた。なお、1985年の第一回公演時の記録として、報道発表は1984年4月24日、その翌日から合唱団員の募集を開始し、この年の1万人の第9公演日、12月2日頃までに5000人を達成した。コンサートは、 基本的には二部構成で行われている。なお、終演後は引き続き合唱団の会談式が取り行われる。この会談式では、例年、都道府県別合唱団員紹介、紹介は原則として、グループ単位が行われている。また、最後に行われる乾杯の儀式は、名物にもなっている。この終演後の会談式は、第9広島でも例年行われているが、 第9広島では都道府県別合唱団員紹介はやれない。第1部については現在では名曲コンサート形式になっている。しかし、かつては式典が行われたり、創作作品の演奏だったり、第9に関するトークであったりと定型化されていな。また、第1部を置かなかった回もあった。中でも第5回公演、1989年の第一部では、 当時1万人の第9で式をしていた山本直澄が式台に立ち、5周年記念飲食祝典曲の演奏が行われた。同一の式者が複数の大規模第9イベントの式台に立った例は、この山本直澄と第22回公演2006年で式台に立った円孔寺ただし、第9広島の第12回公演でも式下の2人だけである。 合唱団規模は約5000人で、首都圏は元より全国各地からも集まってくる。また、日本国外からの参加の実例もある。還元学については、東京公共楽団、東京が、総支示から参加している。これは、構想段階では、東京都公共楽団、東京ともう一つ程度の規模で計画されていたものの、東京側からスケジュールが合わないとの回答があり。 代わりに、東京から了承を取り付けることができたという、経緯によるものである。第2回からは、後に、墨田区とフランチャイズ関係を築くことになる、新日本フィルハーモニー公共楽団、新日本フィルも参加。この第2回以降、5000人の、第9曜に、国技館、第9コンサート祝祭還元楽団の名称も、用意された。さらに、第16回からは、 東京シティフィルハーモニック管弦楽団、東京シティフルも参加している。また、第2回では、東京と新日本フィルを中心に、全国のオーケストラからトップ奏者を選び出して、特別に編成することも行われた。合唱団員の募集については、先着順受付による。出演に際しては、所定のレッスンを受ける必要がある。例年このレッスンは9月下旬に開かれる。 発会式から始まり、年内は、墨田区にある、墨田、リバーサイドホールで、月3、4回のペースで進められる。最近では、これとは別に、第9の経験がない初心者向けの特別レッスン、初心者コースも設定されるようになってきている。年明け以降本番までの間は、墨田リバーサイドホールのほか、東京都内を中心に、首都圏各所に会場を設定して、レッスンが進められる。 また、本番前日には合唱リハーサルが行われるため、合唱団員は参加が必要となる。これまでに国技館隅田、第9を歌う会として参加した、有志を派遣した主な演奏会、及び公演が行われた都市を以下に記した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。